I'm a bad hombre, my name is an IC. I'm a bad hombre, can't vote with no IC. I'm a bad hombre, the girls call me Poppy. それでは皆さん、今日はアクトレブログが3ヶ月間で体脂肪率 17% から 5% まで落としたダイエット方法を皆さんと共有していきたいと思います。昔ダイエットを始めた初心者の頃は体重を落とすということと体脂肪を減らすということの違いが分かっておらず、極度な食事制限を続けたり、間違った運動方法で体脂肪だけではなく筋肉も一緒に落としてしまい、2ヶ月間続けた結果、メリハリのないだらしない体に仕上がってしまいました。そこから勉強と経験を重ね、少しずつ筋肉は残して体脂肪だけを落としていくということが上手になりました。そんなアクトレが体脂肪率 17% から 5% まで絞り切った時に行っていた、今日から皆さんにもぜひとも実践していただきたいダイエットを成功させていく上で大切なことを10個お話していきたいと思います。まず1つ目は、睡眠時間をしっかりと確保する、二度寝をしないということでございます。睡眠不足だからといって体脂肪が減らないということには直結してきませんが、睡眠不足により食欲が増すグレリンというホルモンの分泌が増加し、食欲を抑制するレプチンというホルモンの分泌が減少することが分かっています。そして睡眠不足は精神的にも大きなストレスになり、過食にもつながるので要注意となります。ダイエットが進み体脂肪が徐々に減少してくると、血糖値が下がった状態で寝つきが悪くなったり寝られなくなったりするので、睡眠の質をかなり向上させてくれる CBD オイルを使用したり、睡眠の質を低下させる就寝前の電子機器の使用などには気をつけるようにしています。そして筋肉は残し体脂肪だけを落としていくために気をつけていること、二つ目、朝食を食べるでございます。就寝中は何も体に栄養が入ってきていないため、朝一番でしっかりと栄養を取らないことで筋肉が分解したり代謝の低下につながります。そして起床後すぐに摂取するものとして効果的なのが、プロテインや EAA などの液体から摂取することがおすすめでございます。固形物では消化吸収に約2時間かかるところ、プロテインは1時間、 EAA は15分で即座に筋肉に栄養が送れるため筋分解を防ぐことができます。そして筋肉は残し体脂肪を落としていくために実践していること、3つ目は、起床後にストレッチ、有酸素運動を行うということです。体脂肪を落としていくためには基礎代謝を上げていくことが何よりも大切と言われています。運動により消費できるカロリーは全体の約 30% と言われ、どれだけ運動をしても代謝が下がってしまうと痩せない体になってしまうので、代謝をアップさせるという意味でも朝に有酸素運動を行ったりストレッチを行っていくことというのはとても大切なこととなります。体脂肪を燃焼させていくためには空腹時に行う有酸素運動が効率的だと推奨されています。皆さんもぜひ朝食を食べる前に有酸素運動を行ってみましょう。筋肉を残し体脂肪を落とすために実践していること、4つ目は、体の状態を日々チェックするということでございます。体重の増減や体の変化を日々チェックすることで、今の食事内容が自分に合っているのかどうか、そして運動内容が間違っていないかを確認する一つの指標にもなります。体重や体の変化をチェックする時間帯を起床後すぐに設定することで、より正確に測定でき大きなばらつきはなくなっていきます。ですが体重は体のむくみ、体内の水分量で大きく変化しますから、自分の体の変化というところに重きを置き、体重はあくまでも食事内容や運動内容を調整するための一つの指標として見ていくのがいいと思います。そして筋肉は残し体脂肪を落としていくために実践していること、5つ目は、全身トレーニングを行っていくということです。いち早く体脂肪を燃焼していきたいと思われている方は、毎日部位ごとに分けてトレーニングを行っていくのではなく、サーキットトレーニングのような全身を一気に鍛えられるトレーニングを行っていくのが最も効果的に体脂肪を燃焼させていく方法になります。実際に毎日部位ごとにそれぞれ分けて行う筋トレと、サーキットトレーニングのような全身運動を行った時に筋肉のつき方にそれほど大きな差はなく、体脂肪を燃焼するという点については大きな差が出ていることが研究でも分かっております。体脂肪を燃焼させたいと思われている方は、全身をしっかりと鍛えていけるメニューを組み込んだトレーニングを行っていきましょう。そして筋肉は残し体脂肪を落としていくために実践していること、6つ目、それはビタミン、ミネラルを摂取するということです。ビタミンを摂取することで酵素がスムーズに働き、代謝が円滑に進みます。そして筋肉を作る上で欠かせないタンパク質の吸収を促進してくれ、筋肉がつきやすくなりますが、不足してしまうと体脂肪を落とすという点においても代謝が悪くなり、体脂肪が落ちにくくなってしまいます。
またミネラルが不足してくると免疫力にも大きく関わり、風邪をひきやすくなったり集中力がなくなったりとダイエットを妨げる要因にもつながるので、ビタミンやミネラルをしっかり摂取することを心がけましょう。ですがダイエット中、特に食事から必要な分のビタミンを摂取するのは難しいので、ビタパワーのマルチビタミンをサプリとして摂取して補っております。そして筋肉は残し、体脂肪を落としていく上で実践していること7つ目、摂取カロリーをカットしすぎないということです。これは昔自分もやってしまっていましたが、痩せたいと思われている方が特にやりがちな、カロリーをどんどん削ってダイエットしていこうとすること。カロリーをどんどん削ることで代謝が落ち、必ず停滞期が来ます。そして脂肪ではなく筋肉が落ち、停滞してしまった時にはメリハリのないだらしない体になってしまうでしょう。むやみやたりにカロリーを減らしてダイエットを行うのではなく、まずはローファットダイエットと言われる脂質を減らしていくダイエット、もしくはケトジェニックダイエットと言われる糖質を限りなく減らして行うダイエット、どちらか自分の体に合う方法を選択して行っていくと良いでしょう。筋肉は残し、体脂肪を落とす上で実践していること8つ目、食物繊維を摂るでございます。食物繊維が不足すると便秘などにもつながりますし、血糖値の上昇を抑制してくれたりと、ダイエットを成功させる上で大きな鍵の一つになります。トレーニーの中でオートミールが流行っていますが、オートミールは食物繊維が豊富で GI 値と言われる脂肪になりやすいという数値もかなり低いため、ダイエッターにはおすすめな食材でございます。そして食物繊維の中には不溶性食物繊維、水溶性食物繊維と2種類あり、いつもダイエット中によく食べる水溶性食物繊維がブロッコリー、不溶性食物繊維がマイタケと、この2種類を愛用しております。そしてダイエットが進むにつれ、便秘に悩まされると思われる方は、水溶性食物繊維イヌリンと言われる食物繊維を粉状にして飲めるものがありますから、おすすめでございます。そして筋肉は残し、脂肪を落としていくために実践していること、9つ目はサプリメントを利用するでございます。筋肉を落とさずに体脂肪を落としていくためには、1日約自分の体重 ×2g のタンパク質以上を摂取する必要があると言われています。自分の体重 ×2倍g のタンパク質を摂取しようと思うと、かなりの量を食べないといけません。お腹が張ったり胃もたれがしたりして、無理に食べると体の不調にもつながりますから、1日2回 40g のプロテインを摂取するように心がけています。その他にも脂肪燃焼系サプリメントであるカルニチンやレッドギア、カフェインなどもダイエットをサポートしてくれる上で役立ちますから愛用しております。そして筋肉は残し、脂肪を落としていくために実践していること、最後の項目は空腹感をなくす工夫をするでございます。ダイエットを継続していく上で天敵となるのがやはり空腹。この空腹をどのようにコントロールするかが、継続できるかできないかの鍵につながります。その中でもアクトレが実践して特に良かったなと思うことが、たくさん水を飲む、そして歯を磨く、たくさん噛む、この3つでございます。たくさん噛むことによって満腹中枢が満たされ、もっともっと欲しいというような欲望が出にくくなります。食事を食べる際にはたくさん咀嚼するということを心がけながら食事をとっていきましょう。そしてたくさん水を飲むことによって胃が満腹になり、お腹が空いているという空腹という伝達が脳へ送られなくなるため、空腹感が少なくなります。そして毎食後必ず歯を磨いていくことで、食事が終わったという脳に伝達がされるため、それ以上食べたいという気持ちが抑えられるという研究結果も出ております。それでは皆さん、どうでしたでしょうか。今回はアクトレが実際にダイエット期間中に心がけながら行っていること10選を紹介していきました。最後に1から10までまとめていきたいと思います。まずはその1、しっかりと睡眠時間は確保する。その2、朝食を食べるということでございます。そしてその3、起床後に有酸素運動またはストレッチを行うということでございます。そして4つ目は体の状態を日々チェックすることで、食事内容、運動内容を調整していくということです。そして5つ目はサーキットトレーニングのような全身トレーニングを行う。そして6つ目、ビタミンやミネラルを摂取するでございます。そして7つ目は摂取カロリーを下げすぎないということで、8つ目、食物繊維をしっかりと摂取するでございます。そして9つ目、サプリをうまく利用する。そして最後は空腹感をなくすような工夫を行うです。今日ご紹介させていただいた10選、いきなり全て始める必要はないので、何か一つだけでもいいですから、皆さんが行いやすいと思われたことを少しずつ継続できるように頑張ってみてください。それでは皆さん、高評価、チャンネル登録お忘れなく。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。